はい、こんにちは。パイコン JP アソシエーションの鈴木貴則です。今日はパイコン APAC 2023スポンサーインタビューということで、各スポンサーの皆さんにどんな感じのことをやろうとしているかみたいなインタビューをしていきたいと思います。今日は株式会社架橋の横田直彦さんに来ていただいてます。横田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、まず最初の質問ですけれども、まずは御社とご自身についてですね、どういった業務とか、どんなことを担当しているみたいな感じのことを説明していただけますか？はい、わかりました。まず弊社は株式会社架橋という名前なんですけれども、薬局業界向けに、プラットフォームを提供しているような会社になります。で、B 向けだったり C 向けだったり、あとは、卸さんだったりとか、まあ、いろんな業界のステークホルダーに対してサービスを提供していて、トータルでソリューションを提供しているような会社になっております。で、次に私の紹介なんですけれども、私はその架橋の中で BI ツールを提供しているチームでテックリードをしているエンジニアになります。で、私の Python 経験としましては、まあ、2012年ぐらい、Python、大学ぐらいの時から Python 使っておりまして、で、新卒の頃から、まあ、ずっと Python が大好きで、はい、機械学習だったりとか、まあ、バックエンドの API 開発だったりとか、まあ、いろんなシーンで、利用させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2012年だと結構 Python 歴長い感じですね、大学から。そうですね、割と、はい。はい、では、早速次の質問に行きたいんですけれども、その薬局業界でしたっけというフィールドのところで、はい、その業務で使われていると思うんですけど、Python をどんな業務で使われているんですか？はい。まあ、これについては、私の経験だけじゃなくて、まあ、会社全体としての話なんですけれども、まあ、大きく3つのフィールドで使っております。で、1つ目なんですけれども、まあ、バックエンドの API 開発のところで、まあ、Fast API だったりとか、まあ、そういうライブラリを使って、はいはい、作っております。で、二つ目なんですけれども、弊社のプロダクトの中で AI 在庫というプロダクトがあるんですけれども、まあ、そこで機械学習を使って、お薬の在庫の数とかを予測したり使うところに使っております。うんうん、はい。で、三つ目なんですけれども、まあ、いろんなユーザーさんからのデータが集まるデータ基盤というところを使うときに、Apache Spark ベースの Databricks というシステムを採用しておりまして、まあ、その中で、ETL 処理の開発に PySpark を使っております。はい。大きくその3つですね。なるほど。結構いろんな分野で、バックエンドだけじゃなくて、その機械学習とかだから Python 幅広く使ってるんだなっていうのは、なんとなくイメージができました。ではですね、はい、その中でも、なんか特徴的にこういうところで Python 使ってますよ、みたいな話とかってありますか？はい。そうですね。これなんですけれども、近年、その薬局業界の中では、医療のオンライン化だったりとか、あとは、業務内容が、対物業務から対人業務というふうに言われているんですけれども、まあ、人とのコミュニケーションを大事にするというふうに、業務のやり方が、変わってきています。で、その中で、まあ、その変化が多い中で、まあ、薬局業界に合わせたシステムを提供するという中で、やっぱりこう、アジリティの高い開発体制だったりとかが必要になってきているので、まあ、そこで、Python を活用させていただいているっていうことが、まあ、一番大きいかなと思います。で、弊社では、全チームが Scrum 開発を採用しているんですけれども、まあ、その中で、主にバックエンドで、使っていて、で、特にその中で共通する部分としては、AWS の Lambda と Python を使ったバックエンド開発、いうのと、まあ、データ基盤のところで、PySpark を使った ETL 開発っていうところが、まあ、共通している部分なんじゃないかなと思います。はい。なるほど。アジリティの高いっていうところだと、スクラムを採用してるってお話でしたけど、結構その Python で開発していったものはどんどんもうリリースしていくとか、そういう感じなんですか？そうですね。弊社の場合だと、だいたい2週間ぐらいのスクラム体制があるんですけれども、まあ、だいたいまあ、チームによっていろいろ違うんですけど、私のチームとかだったら、まあ、週1ぐらいで、リリースしたりとか、しておりますね。はい。なるほど。結構スピーディーにやっぱり、こう、なんていうの、対応が求められてるっていう感じなんですね。そうですね。なかなか刺激的だなと、はい、なんかお仕事なのかなって感じが分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では最後の質問ですけれども、
今回、パイコンエパク2023の現地でブースをやられると思うんですけれども、まあ、そこでは、まあ、ブースでどんなことをやるんですかっていう話と、まあ、それでもってどんな方に来てほしいですかっていうところをお話ししてもらえますか。はい。どんなことをやるんですかっていうところなんですけれども、これ、まあ、実際今企画中でして。なるほど。はい。これはちょっと楽しみにいただければというところではあるんですけれども、まあ、決まっていることとしましては、まあ、弊社のまあ Python 好きなエンジニアだったりとかがまあたくさん来る予定になっておりますので、うんうん、Python を使った Agile 開発に興味ある方にはぜひ来ていただきたいなと思っているのと、あとはまあノベルティとかもいくつか企画させていただいているので、まあ、そのあたりも楽しみに来ていただけると嬉しいなと思っております。なるほど。じゃあブースに行くと、まあじゃあ、御社の開発って具体的にどんな感じなんですかみたいな話が結構リアリティあることが聞けたりするんですかね。あ、そうですね。そういうところを聞いていただけるとすごく嬉しいです。なるほどです。ありがとうございました。はい、では、インタビューは一応これで終わろうかなと思うんですが、最後に何か、パイコンエパク2023来る人、もしくはこれから行こうかなって思ってる人とかにメッセージとか何かありますでしょうか。そうですね。最近だと大規模言語モデルとか、なんかそういったところが盛り上がってるかなと思うんですけれども、まあそういうところでも、まあいろんな面で活用できる Python っていう言語をどんどん盛り上げていきたいなと思うので、はい。ぜひ皆さんで盛り上げていきましょう。あ、ぜひ、そうですね。私たちも、スタッフサイドとしても一緒に盛り上げていきたいと思います。ありがとうございます。駆け足の横田さんへのインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。